はい、西井福花ちゃんですね。今日はですね、まあ、雨もしとしと降ってちょっとサウナ行けなかったんですけど、まあお家でお風呂入りましてね、まあちょっとコンビニに寄ったらちょっとおっと思ったんで、ちょっと買っちゃったんですけど、それがですね、ちょっと秋足、キリンの秋足ですね。これが出てたんで、ちょっとね、味見してみようかなと思いました。はい。でもそんな感じで、この音がいいですね。それではちょっといただいてみたいと思います。カリ。めちゃくちゃうまいです。うん。めちゃくちゃうまい。まあ、一杯目っていうのもあるんですけど、うん。これはうまいですね。これはうまい。うん。これはうまいな。うまいうまい。うまいですね。まさきからうまいしか言ってない。またラガーとは違った。食べ物の説明するの苦手なんであれですけど、まあ飲み物か。ラガーとは違う、また違った美味しさがありますね、これも。うん、これうまいな。あ、アルコール 6% なんですね、これ。瓶ビール 4.5%、 ほら 1.5% 違いますね。知らんかった。あれ、瓶ビール 4.5 なの。キリンクラシックラガー 4.5、 あ、知らなかったな。まあそんな感じで、今日は雨もしとしと降って、はい、この後ちょっとまあ3日の、うん、三振練習、まあ、楽器練習ですね、まあ、ギターとか、うん、やろうかなと思ってます。はい、最近は皆さんはどうお過ごしですかね。はい、なんか目標があると面白いですね。最近、ちょっとですね、まあ中年なんで、やっぱりちょっと気を抜くと、やっぱちょっとたるみますね、お腹周りが。最近たるんできたんで、ちょっと、あ、これ今きちっとやっとかないと、これ取り戻すの大変だなと思って、なので、またビールの話しようかと思った。ちょっとまあこれを公表することで自分もやらないといけないって自分を追い込むことなので、まあこれは面白いですね、これはね。タバコやめた時もそうですけど、なんかやる場合はみんなに言った方がいいですね。やらないと、あ、やってないの、口だけだねって言われちゃうんで。なので、これ買ってきました、今日。男の自宅筋トレ、人前で堂々と胸を張って脱げる、そんな中年になりたいって書いてます。まあ、ちょっとこれ1500円したんですけど、あ、これでちゃんとしたシャキッとした体手に入れた、安いんじゃないですかね、自己投資する金額としては。はい、まあ、なので、はい、まあ、あんなムキムキになるのは絶対無理なんで、まあ、絶対ではないです。
とシュッとしたいからしようかなって、これとサウナをこう合わせたら結構いけるんじゃないかな、結構自分は結構継続が、割と得意じゃない人よりは得意なんじゃない、まあそんな感じですかね。筋トレはまあさっきちょっと言うんだけど、やっぱその筋トレだけじゃなくてその食事のとのセットですね、どっちもちゃんと前自分に合った方法を選択しないとあのできないっていうか、うん、まあ、これ全部読んだらもう一本もう一冊ぐらい買ってそれでこう合わせていろいろやってみようかなと思って、ね、うん、まあそんな感じで、西江パルちゃんでした。またチャス、またです。